ハロー YouTube、どうも、まさるです。今回はこちらの話題をご紹介したいと思います。もう、まさるのメールアドレスの方にも Google から通知が届きましたが、こちら Google I.O. 2023この開催日が決定しました。毎年春に Google が開催しているイベントで Apple でいうところの WWDC 開発向けのイベントのような感じではありますが、 同時に新製品の発表もある魅力的な内容が多いのが特徴です今回この Google i g o 2 0 2 3開催日は2023年5月10日こちらに決定しましたまた発表前ですので何が発表されるのかそちらにつきましては公式にはアナウンスされていないもののかなり威圧されている新製品情報などがここ最近続々と出ていますので 今回のイベントで発表される内容、その辺などにつきましてご紹介したいと思います。まずは言うまでもなく、Android の新しい機能などが発表されます。Android といっても、Android 13ではなく、Android 14、次の新しいメジャーバージョンアップデートの Android、この新機能が発表されます。そして、 新製品の発表もかなり期待できますちなみに昨年の GoogleIO 昨年春開催された GoogleIO2022 では何が発表されたのかと言いますとこちら Pixel7 などが発表されましたこの Pixel のハイエンド機種は本来ならばその年の秋に発売されますので春の GoogleIO のタイミングで発表というのはかなり早い発表ではありましたが まあ、ちら見せされるというか予告される程度の発表となり発売は秋になりました。あですので今年の Google IO2023 年秋に登場予定のフラグシップ Pixel8 とか Pixel8 Pro これも今回発表される可能性が高いです。あとは Pixel タブレット これはもう実は先行して昨年の段階で発表があったタブレットです。Google のタブレットと言いますと、かつては Nexus シリーズというのが有名でしたが、あここ数年 Nexus シリーズは発売しておらず。Google が販売するタブレットとしましては、まあ Chromebook があーサードパーティーからあったりという程度で、ここ最近大画面のモデルに対してあまり力を入れていませんでしたが、今回 Pixel タブレット、 これが発売されますので発売日とか具体的なスペックとかそういったものが今回5月10日のイベントで発表されるかと思います今年何かハイエンドのタブレットを購入しようと思っている方そういう方も今回の Google IO 要注目のイベントとなりそうですあとスマートフォンとして新しいモデルが発表されるのではと言われています これまでグーグルはこの Pixel 7 Pro や Pixel 7あるいはその以前のモデルすべていわゆるフラットな、まあ、ストレートな、まあ、普通のスマートフォンの形状をした製品こういったものを販売してきましたただ他社を見ますと例えばサムスンとかこのようにいわゆる折りたたむことができる折りたたみスマホこういったものを他社は多く販売し始めました 現在はサムスンだけではなくその他の中間メーカーも多くのメーカーがこの折りたたみスマホに進出しています本家の Google はと言いますとまだこの折りたたみデバイスというのは発売しておらずそれが今回のイベントで発表されるのではと言われています Pixel Fold と呼ばれるその端末は予想レンダリング画像などもこのように公開されています これが最終的なデザインになるかどうかというのはもちろん定かではないものこのようにちょうど先ほどご覧いただきましたサムスンのタブレット Galaxy フォールのような感じで真ん中を中心にこのようにブックタイプに折りたたむことのできるディスプレイを搭載した折りたたみスマホとなっていますカメラのデザインは最新の Google Pixel 7 Pro などと同じようなデザインとなっていて この横向きに複数のカメラが並んだタイプ、このようなレンダリング画像が出ています。では、これは単なる予想画像なのかというと、実はそうでもなく、先日海外の方のサイトにはこのようにピクセルフォールドと見られるサンプル機を操作する様子が隠し撮りされており、このピクセルフォールドという端末、噂されているだけではなく、かなり信憑性の高いモデルとなっており、この Google の 純正オリッテミスの方が今回の5月10日のイベントで発表されるその可能性もかなり高くなっていますそしてスマートフォンとしては忘れてはならないのがその年の前半に発売されるのはフラグシップモデルではなく片場の最後に A のつくミドルレンジモデルそれがその年の前半に発売されています原告紙で言いますと g o o g l e p i x e l 6 これがあ昨年前半に登場したミドルレンチモデルとなります大体いい Google はその年に発売するスマートフォンデザインを統一しますのでこの Pixel 6A ではこの黒縁のカメラ部分 Pixel 6も Pixel 6 Pro も同じくカメラ部分がこの黒いバーのようなところに囲まれていましたこの3機種が2022年登場したスマートフォンになります その流れから言いますと今年はこの次のモデル Pixel7A というのが今回のイベントで発表されそしてまもなく発売という流れになります現在噂されている Pixel7A とはどういったモデルになるのかと言いますとデザイン的にはこんな感じ、まあ、先ほどお伝えした通りその年のスマートフォンはデザインを統一しますのでカメラ部分がこれまでの黒いバーで塗りつぶされているようなデザインから このように金属のフレームでカメラが囲まれているようなタイプこういったデザインになりそうですただしあくまでミドルレンジ機種ですのでカメラ望遠レンズが省略されたデュアルレンズ構成これになることが予想されていますですのでまず、えー、今回発表されるものとしましてはあ Pixel 7A これがほぼ確実に発表されます CPU につきましては、大体前の世代の CPU が踏襲されることが多いため、前の世代というか、この Pixel 7、Pixel 7 Pro、これらに搭載されていた CPU が踏襲される可能性が高く。つまり、現在の Pixel 7に搭載されている CPU と言いますと、もうおなじみの Google 純正の CPU、t e n s これが、 搭載されることが予想でありますセンサー G2 が今回の Pixel7A に搭載されあとカメラにつきましてもこの上位機種のカメラが引き継がれることが多く現在の上位機種 Pixel7 のカメラなどを見ていきますとこちら5000万画素のセンサーこのカメラそれから1200万画素の超広角カメラ これらが搭載されますので、これと全く同じになるかどうか、ちょっと少し分かりませんが、ほぼこれと同等の性能を持ったカメラが搭載されることになりそうです。ただし、7Pro に搭載されているような望遠カメラはあ搭載されませんので、えー、その点は注意が必要です。とはいえ、廉価版ではありますが、上位機と同じような CPU カメラが搭載されるということで、かなり魅力的なモデルになります。 そしてそれ以外にも今回秋に登場予定の Pixel8Pixel8 Pro これがちら見せされる可能性もありますしここ最近の情報から登場がかなり期待できる折りたたみモデルこちらの Pixel4 この Google 初となる折りたたみスマホこれも発表される可能性が高いと言いますですので今回の Google のイベント 5月10日に開催されることが決定しましたが次の新しいアンドロイド Android14 の新機能だったり今後の搭載される方向性とかそういった技術的な話はもちろんあるものの意外と今回のイベントはハードウェア発表されその後発売される端末についての発表これもかなり見どことになりそうです。 いろいろと見どころの多いイベントになりそうですので、ぜひお時間のある方は、この5月10日のイベント、リアルタイムで見てみるというのもいいかと思います。今後も5月10日のイベントが近づくにつれ、様々なデバイスの最新情報などもいろいろ出てくるかと思いますので、また何か最新情報がありましたら、次回以降の動画の方でご紹介したいと思います。その辺の最新情報が気になるという方は、グッドボタン、それから チャンネル登録の方もよろしくお願いします。